ではでは副音声始めさせていただきます。アニメ化け物語第5巻、翼キャット超ブルーレイオア DVD お買い上げありがとうございます。私オーディオコメンタリーを担当させていただきます直江津高校3年生羽川翼です。そしてなでこです。千吾くんなでこです。ごめんなさい、オーディオコメンタリーやらせてもらいます。ごめんなさい、よろしくお願いします。よろしくね千吾ちゃん。はい、よろしくお願いします。ガチガチじゃない。そんなに硬くならないでよ、千石ちゃん。もうちょっと肩の力を抜いて楽しくやろう。でも、羽川に粗相があったらただじゃおかないからなって、小読みお兄ちゃんから強く言われてるんです。あの男は、本当にどうしようもないな。大丈夫。今度私から強く怒っとくから。私がそんな荒木くんをただじゃおかないから。千石ちゃんは前巻、つまりブルーレイオア DVD 第4巻でも副音声を担当してたんだよね。はい、なでこ程度のなでこが連続出演になっちゃいました。ごめんなさい。私は前にオーディオコメンタリーをやらせてもらったのは第2巻のことになるから、久しぶりの出演になるんだ。今回は羽川さんメインのお話なんだよね。うん、だからこそこうして喋らせてもらっているわけなんだけれど、ただ今巻次巻の上下巻はアニメ化け物語の最終話といいますか、グランドフィナーレ的なエピソードでもありまして、だからオーディオコメンタリーもちょっぴり今までとは違う形でお届けすることになってるんだよ。そのあたりの段取りって千石ちゃん聞いてる？聞いてます。30分、つまり1話ごとにコメンタリー担当者が交代するんだよね。なでこはこの第1話担当、第2話と第3話はそれぞれ別の人がオーディオコメンタリーを担当するんだよね。そう、最後だからできる限りみんなで出演して豪華な感じにしようってサービス精神でさ、うまくお祭り感が出ればいいよね。まあみんなって言ってもしのぶちゃんだったりは出られないわけだけど。喋らないもんね。なでこや他の人はだから30分交代制なんだけれど、でもメインヒロインである羽川さんは出ずっぱりなんだよね。うん、第5巻第6巻合計2時間半出ずっぱり、司会担当って感じなのかな。本当はね、私は第6巻まで休ませてもらえる予定だったの。だって第2巻でそう予告したんだもの。あれ、でもまだ第5巻だよ。うん、そこが裏事情でね。某バルハラコンビが私が休みをいただいた直後の第3巻でオーディオコメンタリーなのに本編についてのコメントをほとんど放棄して雑談に興じるという信じられない暴挙に打って出ちゃってさ。あ、ちょっぴり伝え聞いてるよ。うん、小読みお兄ちゃんが本気でがっかりしてた。あ、それで羽川さん司会担当なんだ。でもさらっと言うけど2時間半って大変だよね。荒木くんの相手をすることを思えばそんなに大変じゃないよ。じゃあ前工場はこんな感じで、こんなところで、まずは第5巻第1話翼キャットその1オーディオコメンタリー、私と千石ちゃんとで楽しくお届けします。ごめんなさい。遅くなんて。お願い荒木くん、このことは誰にも言わない。ああ、いきなりだけど私のこのセリフは危険だな。何がですか？荒木くんに対して黙っててくれたら私何でもするからとか絶対言っちゃダメなセリフだよ。こんなの一体何を要求されるかわからないや。なんで？小読みお兄ちゃんは女の子に変な要求なんてしないよ。ピュアだな千石ちゃん。あ、羽川さん、ひょっとして小読みお兄ちゃんからいやらしいお願いをされるって思ったんだ。それはね、邪推って言ってそういうことを考える人の方がいやらしいんだよ。そうなの？うん、小読みお兄ちゃんがそう言ってたもん。呼び出そっかあの男。いや、もうここで全部話したいよ、彼と私とのせめぎ合いのヒストリーを。あ、オープニングが始まるよ。羽川さんのエピソードだからオープニングは羽川さんが歌ってるんだよね。あれ？おう。あれ？あれ？おかしいな。皆様には一体今千石ちゃんが何に対してどういう理由で戸惑っているのかちんぷんかんぷんだろうと思いますので、ここは説明させてください。今皆様がご覧になっている画面ではおそらく私の歌うオープニングテーマ「シュガースイートナイトメア」が素晴らしい映像とともに流れているはずです。がしかし、私と千石ちゃんの手前に設置されたモニターにはその映像は流れておりません。タイムキャラクターの回転が虚しいよ。どうしてこんなことになっちゃったの？どうしてでもこうしても、この副音声収録が行われている今日現在、翼キャットのオープニング映像ってまだ放映どころか制作もされてないんだよ。
そもそも物がないんだね。私はこの現象をハチクジ P の圧力って呼んでるんだ。今見てくださっている皆様には関わりのない話じゃあるんですけれど、そんなわけで残念なことにオープニングについてはオーディオコメントできません。ご了承ください。あ、そういえばブルーレイオア DVD の発売告知 CM でほんのちょっとだけサビのワンフレーズだけ流れたんだっけな。私のオープニングソングも。Hanekawaさんがいつでも好きな時に好きなだけ私の胸に触っていいチケットあげるって言ってるあの CM だよね。そこだけを抜粋しないで。じゃあ改めて A パートだね。戦国ちゃんはここから登場だ。そうです。だから4巻から連続ってことにはなっちゃうけれど、副音声第1話のゲストはNadekoってことになったらしいよ。ほんとこれ隙間を縫うようなキャスティングだからね。確かに戦国ちゃんには第2話のコメントはできないもん。え、なんで？いえいえ、こちらの話だよ。ああ、やれやれ、あれもこれも全部荒良木くんの後始末だな。小指お兄ちゃんだ。ほんと嬉しそうに食いつくね。そしてNadekoだ。恥ずかしいよ。登場しただけで恥ずかしいってテレヤちゃんにも程があるでしょ。小指お兄ちゃんと会話してるNadekoだ。このシーンだけずっと見てたいな。おとなしくて内気で恥ずかしがり屋だけど、戦国ちゃん言ってることは迷いちゃんとかとそんなに変わらないんだね。迷いちゃん？ああ、知らないんだ。本当にもう隙間を縫うようというか針の穴を通すような人間関係を築いてるな。荒良木くんはこの立ち位置で司会ができるの私だけじゃない。そしてカンバルさんだ。ああ、カンバルさんだね。はーい、カンバルさんだ。どうして自分にブルマやスクール水着を着させた犯人の登場に戦国ちゃんははしゃげるのかな。そして卓球道、にゃおー。ここで猫なのは一応伏線ってことになるのかな。そうだね。びっくりマンか、魔性ネロとか好きだったな。Hanekawaさんは悪役が好きなんだ。うん、ダークヘラとか大好き。あ、それにこのキャラは悪役じゃないけど、新ビックリマンのプッチーオーリンとか可愛くって仕方なかったわ。詳しいね。普通だよ。そうだ、これは絶対に収録中30分のうちに3回は言っておくことって小読みお兄ちゃんに言われてることがあるんだった。え、何？Hanekawaさんは何でも知ってますね。もうなんかいじめに限りなく近いよね。みんなの私にあのセリフを言わせようとする圧力は。言ってくださいよ。Hanekawaさんからあのセリフを吹き出せたら小読みお兄ちゃんが遊園地に連れて行ってくれることになってるんだ。果たして何がしたいんだろう。荒良木くんは聞きたいならちゃんと自分で振りに来なさいって伝えといて。はい。本当に来そうでやだな。あ、小指お兄ちゃんがNadekoのお願いを聞いてくれてる。そんなハートフルなシーンじゃないよね。ハートフルなシーンだよ。あれ、何？Hanekawaさんもブルマとかスクール水着とかの学習機材でいやらしい気持ちになるタイプなの？これは思わぬ展開だよ。攻撃の焦点がこちらに合わさった。もう世界一どうしようもない男子が画面で勝ち時を上げてるし。小指お兄ちゃんかっこいい。これを見て何をかっこいいと戦国ちゃんは思えるの？すべてだよ。そうなんだ。忍のやつ。忍？あの吸血鬼の子の話題だ。うん、忍ちゃんね。荒良木くん、なんだかんだで忍ちゃんのこと結構気にかけてるんだよね。っていうか、このベッドの組み方は危険すぎるでしょ。夜道を帰った方がまだ安全だよ。寝てる時は気づかなかったけど、こうして客観的に見るとそうだよね。寝る前に気づこうよ。荒良木くん、しのぶちゃんを表現するときにわざわざ金髪のちっちゃくて可愛い女の子って言ってたけど、そこは金髪の女の子でいいよね。なんでちっちゃくて可愛いを強調したんだろう。でも確かにちっちゃくて可愛かったよ。うん、そこは私も賛成だけど、荒良木くんがそこに着目しすぎてるっていうのが問題なんだよ。ん？どう問題なの？これはやりづらいな。戦場ヶ原さんや迷いちゃんと副音声をやったときは画面内の荒良木くんのキャラに対して一定の共通認識があったんだけど、今回私と戦国ちゃんとの間にはそれがないわけだ。共通認識って？うん。どうしたの Hanekawaさん。どうしようかなって。なぜ腕組みをした思案顔なんでしょう Hanekawaさん。うん、なんでもない。なんでもないよ。荒良木くんって超かっこいいよね。だよね。最高にイケてる女性の味方でフェミニスト。彼はあまりにも紳士すぎて、紳士の真が神という字だよ。わーい。
どうせ聞いてるんでしょ、荒木くん。こんなサービスは今回だけだからね。実際星野さんのお守り本当に、この辺からドラえもんの話だ。ドラえもんの話だね。天才ヘルメットと技術手袋みたいな。天才ヘルメットと技術手袋って確かリトルスターウォーズに出てきた秘密道具だっけ。そうです。大長編ドラえもんならね、私はねバギーちゃんが大好きだった。バギーちゃんは悪役じゃないよ。だから別に私悪役しか好きじゃないわけじゃないよ。確かにギガゾンビは好きだけどもさ。ドラえもんの秘密道具って、でも考えてみれば未来じゃ当たり前の技術なんだから秘密でもなんでもないよね。そうだね。そういえばドラ焼きって明らかにドラえもんのおかげで和菓子界で高い地位を保っていると思いません？あ、それあるかも。っていうかこれ何？彼は何をしているの？そしてあなたは何をさせているの？これはわかりません。小闇お兄ちゃん、どうしてなでこのスカートの端っこをつまんだりしたのかな。さあどうしてだろうね。悪い虫がついてたのかな。ある意味当たってる。スカートの生地や縫製が気になったのかもしれないね。小闇お兄ちゃん家庭的だから。小闇お兄ちゃんが家庭的だなんて情報がここまでに一回でも出てきたっけ。そうだね、荒木くんにとっての戦国ちゃんってひょっとしたら私にとっての荒木くんなのかもしれないね。時の目は、あ、すごい目。今のは睨んでたね。怖かったです。思い出せば今でも怖いくらいです。だろうね。震えて眠りました。寝たんだ。眠かったし。しのぶちゃんはまあいろいろ思うところがあるだろうからね。そりゃカンバルさん相手にも戦国ちゃん相手にも、そしてもちろん荒木くん相手にも。だけど羽川さん登場です。登場だね。そして戦国ちゃんの対象だ。なでこの出番は5巻ではこれでおしまいなんだ。あー恥ずかしかった。照れてだったよ。4巻と違って今回は普通におしゃべりしていただけだけどね。卓球道にゃおーん。これでさよならです。それこそカンバルさんに匹敵しかねないものすごい足の速さだったけれど、戦国ちゃんどうなの？運動神経いい方なの？普通だよ。普通なんだ。うん、普通に鈍いよ。鈍いんだ。今のはなんだか羽川さん意味ありげない顔だったね。まあ意味を込めたしね。ほう、どのような意味を。さてどのような意味だったのでしょう。謎めかしますね。めかし込むよ。っていうかさっきからちょくちょく画面にブルマとスクール水着が映るのが気になるんだけど。やっぱり羽川さんはブルマとスクール水着が気になるんだ。私はってことじゃなくて。羽川さん少しお静かに。あの制服、荒木くんの卒業した中学のやつだったね。お前は何でも知ってるな。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。え、何？なんで今私お静かにされたの？ね、今の羽川さんのこのセリフは居住まいを正して聞くことと小読みお兄ちゃんから強く言いつけられてたんだ。オーディオコメンタリーだからってセリフかぶせるなよと。荒木くん、戦国ちゃんを洗脳しないで。小読みお兄ちゃんはあれだよ、今までのブルーレイは DVD の羽川さんのシーンを繰り返し見ては感涙してるよ。繰り返し見てはって、それどうせ第一巻冒頭のパンツのシーンとかでしょ。名台詞のシーンとかじゃなくてさ、羽川さんのシーンを繰り返し見すぎてディスクが映らなくなったって嘆いてたよ。劣化しないメディアを劣化させるほど見たの？羽川さん、そんな風に小読みお兄ちゃんから愛されてて、なでことっても羨ましいな。うん。どうかなさいましたか？戦国ちゃんはあどけない笑顔で今私の心をえぐり取ったね。彫刻刀で言えば三角刀でざっくり削られた気分。荒木くんから愛されるという現象の過酷さをみんなにはぜひ分かってほしい。おう、ところでさっきからちょくちょく話に出てきている戦場ヶ原さんってどなたなの？彫刻刀のみならずあらゆる文房具を使いこなすエキスパートで、戦国ちゃんがまだ知っちゃいけない人物だよ。知っちゃいけないんだ。そのあたりに触れないように話をするけど、だからこの時の私って荒木くんの代わりに星名先生に怒られてきたようなものなんだよね。そしたら荒木くんは校門のところで女子中学生とおしゃべりだもん。そりゃ意味ありげな笑顔も浮かべますって。意味ありげっていうか、羽川さんここ目が死んでない？死んでないよ。じゃあなでこの見間違いだったのかな。ごめんなさい。そうだよね、小読みお兄ちゃんの憧れ羽川さんの目が死んだりするはずがないんだよね。
いやいや、死んでる、絶対に死んでる。この目は申し訳ありません、ご主人様目だよ。これ予想よりだいぶ厳しいな。自分メインの話に自分でオーディオコメンタリーを当てるって、恥ずかしいとか言うより普通に難しいや。戦場ヶ原さんや迷いちゃん、あの時こんな苦境に立たされてたんだ。理解してあげられてなかったな。第3巻でのバルハラコンビの本編に触れないという考えられない暴挙も、そういう意味じゃ根底にあったのは照れ隠しだったのかな。クレーマーさんに対応する時の店員さんの目だったよね。ああ、その目は死んでそうだね。でもナデコはナデコメインの回である4巻の副音声がそんなに難しいとは感じなかったよ。そうなの？結構重い話だった気もするけど。ああ、そっか、戦国ちゃんお相手が押野さんだったもんね。です。そっかそっか、だとしたらわかるよ。押野さんにエスコートしてもらったんだったら比較的童貞は楽にはなるでしょう。っていうか、押野さんが副音声を担当してくれたっていう事実が普通に驚きなんだけどね。そこにみんな驚くね。この時荒木くんは私に何を言おうとしたんだろう。あ、 A パートおしまいです。 B パートに続きます。あ、羽川さんが大変だ、助けに行かなきゃ。完全にそれ持ちネタだね。今から行って間に合うかな。間に合わないし、あなたはむしろこの場から逃げてる。でもさてと、ここから回想シーンに入るわけだけど、直視したくないな。あ、やっぱり自分の暗部と向き合うみたいで嫌になっちゃう？いや、そうじゃなくて、ビジュアル的にね。ゴールデンウィーク頃の話なんだよね。この辺りのことも、なでこは知らないふりをしていた方がいいんだよね。そうだね。私も最近まで忘れていたわけだし。忘れている時っていうのは、ゴールデンウィークの記憶が別の記憶に置き換わっていた感じなの？違う違う。そうじゃなくて、忘れてることさえ忘れているっていう状態。だから厳密には、私は第3話で忘れていることがあるということを思い出したんだよね。なるほど。っていうか、朝起きて猫耳が生えてたら、まずそれどころじゃないけどさ、どんなグレゴールザムザなのよ。ザザムシ？山梨県で食べるという？外れてるのにニアピンだね。羽川さん、木登りしてる。あれを私と認めなきゃいけないのか。髪の毛白くて綺麗だね。触り猫、触り猫、星野さんですね。うん、しのぶちゃんもいるね。ゴールデンウィークの最初の頃だから、まだヘルメットをかぶってないんだ。やっぱり星野さんが羽川さんのことも解決してくれたの？そういうことになるのかならないのか、いろいろとご迷惑をおかけしちゃったことは間違いないんだけどね。いつかこの頃のお話が大きくクローズアップされることもあるのかな。どうだろう、個人的にはいたしかゆしだね。ゴールデンウィークに何があったのか、私も具体的に、そして客観的に思い出してみたいという気持ちは実は強いけれど、ただクローズアップされた場合はそれが全国に向けて発売されるということだからね。猫物語、こうご期待。しなくていいから。小読みお兄ちゃんがイライラしている。大変だ、沈めに行かなきゃ。沈めることができるの？怒りを沈める、舞を披露します。戦国ちゃんは踊り子か何かなの？はい、ドラクエで言えばマーニャです。ああ、ドラゴラムの人。ドラクエは4が一番好きだな。羽川さんはドラクエシリーズだとどれが？あ、でもごめんなさい、羽川さんはゲームなんてしないよね。ドラクエと名が付けば全部好きだよ。コアプレイヤーだ。強いて言うなら、今はドラゴンクエストモンスターバトルロード2がお気に入りかな。そっち方面まで完備されたら、なでこには勝ち目がないよ。羽川さん、真面目な優等生なのにホビー方面にまで精通しているっていうのは真っ当にずるいよ。ずるいって言われてもな。羽川さん、何か知らないことはないんですか？いやいや、何でもは。おっと、危ない危ない、トラップだった。ちっぱれちゃった。今のはギリギリの回避だったよ。別方面からのアプローチに思わずあのセリフを言っちゃうところだった。侮れないな、戦国ちゃん。っていうか、これ私なの？はい、羽川さんだと思います。ああ、なるほどね、なるほどなるほど。これは戦場ヶ原さんとカンバルさんを本当に責められない。申し訳ないけれども、今私すごくドラクエの話を続けたい。続ける？ナデコはいいよ。ドラクエから派生して、そういえば大の大冒険でアバン先生が初期にドラゴラムを使っていた時の話をしようよ。確かに私も大の大冒険で一番好きなキャラはキルバーンだって話をしたいけれど、ただまだぐっと我慢しよう。己の姿から目をそらさずに画面を見るよ。ああ、中でも悪そうな顔のタイミングだったね。誰よ今の？羽川さんです。羽川さんの暗黒面です。なんだろうな、嫌な心理テストの結果を見せつけられているみたいな気分だね。テストは得意なのでは？心理テストに答えはないよ。
小読みお兄ちゃんが走ってるよ。小読みお兄ちゃん、羽川さんのために一生懸命走ってくれてるよ。違うの、仙国ちゃん、よく見て。これはあららぎくんが私から逃げてるシーンなの。一生懸命逃げてるの。あらら、これは言うまいと思ってたけども、ブラック羽川さん、お願いだから、そんな薄着であららぎくんの前に立たないでくれるかな。薄着で得意げだよ。上半身裸のブルマ姿やスクール水着姿になった仙国ちゃんの前で嘆くことじゃないけどさ。なでこは平気だったよ。小読みお兄ちゃんが言うのなら、あの姿で繁華街だって歩けるもん。しのぶちゃん登場。これは一体どういう、何が起こったんだろう。全く説明がなされていないけれど、瞬間移動か何かなのかな。さあ、あんまり追求しない方が良さそうだね。でも吸血鬼ってやっぱり強いんだね。強いっていうか、要するにめちゃくちゃなんだよ。この世のあらゆる法則を無視できるっていうのが一番近い言い方かな。できると思ったことが全部できて、できないと思ったことは何もできない。これで力が全然セーブされてるっていうんだから、怖い話です。春休みは確かにこんなものじゃなかったな。ほら、もうこの顔ね。なでこのことを睨んでた時とは全然違うや。羽川さん、髪ほどいたらこうなるんだね。三つ編みって大変じゃないの？慣れれば簡単だよ。後でやってあげよっか。ぜひお願いします。それで小読みお兄ちゃんを虜にします。ゴールデンウィークとか言ってる間に改装終了だ。拷問みたいな時間だったよ。お疲れ様でした。いえいえ、だけど、あら、ということはもうそろそろ第1話おしまいだね。こうして見ると1話交代っていうのもあっという間だね。なんだか残念。ごめんね、大してもてなせなくて。いえ、なでこはとっても楽しかったです。羽川さんが優しい人でよかったです。小読みお兄ちゃんが羽川さんのことを大好きなのもわかります。喜んでいいところなのかな、それは。優しいね、あららぎくんは。このセリフ、なんだか怖い気がするよ。そうかもね。伏線なの？まあそうだね。このコメンタリー収録時点ではまだ翼キャットその3、この間収録分までしかお話が作られていないから、どう伏線なのかはなでこはまだ知らないんだ。じゃあお楽しみにって感じで。そしてとりあえず第1話のオチだね。オチだね。13話からはネット配信だったからさ、言うならこのオチのセリフが私のテレビ版最後のセリフなんだ。ではでは拝聴します。なんだ、宝物みたいに抱えてるそのブルマーズスクール水着をカバンにしまうくらいのことはしたらどうかな。はい、いいセリフといい笑顔いただきました。ありがとうございます。本当にあれがオチでいいのかな。大丈夫です、ちゃんと落ちました。落ちるところまで落ちたという感じだけど、あららぎくんが。小読みお兄ちゃんは落ちてないよ。どっちかな。仙国ちゃんの洗脳を解くのと、あららぎくんを仙国ちゃんの理想通りの男に強制するのと、どっちの方が楽かな。羽川さんの中で今究極の選択が行われようとしている。よし、決めた。どっちに決まったんだろう。ところでエンディング、これ映像が羽川さんバージョンのエンディングなんだよね。うん、そうだね。なでこが最初の方で謎のナイスポーズを決めてたよ。自分で謎って言っちゃうんだ。実はなでこの時もなでこバージョンのエンディングを作ってもらってたんだよ。いつか小読みお兄ちゃんバージョンのエンディングも作ってほしいな。それはもうあれだね、ハチクジ P の気分次第だね。ハチクジ P はものすごい権力を持っているんだね。うん、彼女の機嫌を損ねると私のような目に遭うよ。恐ろしい。じゃあこれで第1話はおしまいですね。続けて第2話頑張ってください。うん、ありがとう。羽川さん、今度お仕事抜きで一緒に遊んでください。うん、いいよ、喜んで。小読みお兄ちゃんと3人で遊びましょう。仙国ちゃんってさりげない自己主張がすごいよね。ではでは、何かいいことあったらごめんね。第1話のお相手は仙国なでこと。あ、ちょっと待って、仙国ちゃん、まだ予告が。あ、そうだ、予告だ。なでこまたやっちゃった。いや、みんなよくやるんだよ。仕方ないとは思うよ。だってこのファイヤーシスターズの2人って予告するつもりが明らかに全くないもん。記憶から抜け落ちても仕方ない。これを予告だとは思えないよ。素数の話とかしてるね。仮数なんて誰も知らないって。羽川さんも知らない？私は知ってるけど。羽川さんは何でも知ってますね。最後のチャンスとばかりに悪あがきをしないで。では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 、改めて何かいいことあったらごめんね。お相手は戦国なでこと羽川翼でした。